桜宮の件ですけど、意見を言わせていただいてよろしいですか。市長がね、強い、流れを断ち切らなきゃいけないという強い思いはよくわかりますし、でそのためにまあ強いメッセージを出しておられるのは、我々はそういうやり方慣れてますからね、予算執行を人質にとってやるという交渉方法わかりますけれども、それで右往左往しているのは子どもたちなんですよね。であともう一つ申し上げたいのは、その亡くなった子どものことを考えろといったら誰も反論できなくなりますよね。そういうやり方をしてね、果たして子どもたちはどう思うのかですね。最初に市長の方から我々に対して取材の自粛要請ありましたけれども、我々ももちろん切断ある取材に努めますけれども、市長の言葉に右往左往しているのも事実なんですね。だからその辺、これ議論するとまたエスカレートされるでしょうから、お答え結構ですから、月曜まで時間あるのでちょっと冷静に一度考えていただいたらと思いますけれども。だからやっぱり今のこういうところで多感なその高校生、まあ、受験生ということもあるでしょうけど、まあでももう高校受験するその立場なのでね、今のこういう状況を見て自分たちはどういう道を歩まなければいけないのかということをやっぱり考えてもらいたい。でそれをね、教育委員会も何もみんな行政っていうのはずっと後ろに伸ばしてね、どんどん時間だけがこう経っていくんでね、まあ、僕がこういうふうに言ってることも考えて、それは反論する意見も出してもらっても全然結構なんですけども、やっぱりこういう状況になった時には冷静にやっぱり何をしなければいけないのか、そういうことをやっぱりもう考えられるもう年だと思ってますんでね、僕はやっぱりそこを求めたいですね。そういうことをこうしっかりやっていくのが学校現場だと思ってるし、それは校長だと思ってるし、そういうことができなければね、それはやっぱり政治になった時に、こういう問題が起きた時に乗り越えられるような大人になれませんよ。だからもう道は決まってるんです。こういう状況になったらそれは自分たちで違う道をやっぱりきちんと選ぶ、今まで考えてた道、それが異なるような状況になったんであれば違う道をこう模索していく、それをやれるような能力をつけさせる、それが教育だと思いますね。もうこんなところでね、右往左往っていうのは方針を示さないからですよ。これは本当にまだいけるんじゃないのかとか、どうなるんだろうとか、そうなってるから、だから僕は強烈にもう無理ですよってことを伝えてるんです。それは右往左往させないためにも、こういうところでもしかしたらまだ受験入試はあるんじゃないかとか、体育館に行けるんじゃないかとか、そういうことを思わせない、もうスパンと気持ちを切り替えさせて違う道を歩んでもらいたいということをね、メッセージ出すのも僕のやり方だ、僕の役割だと思ってますから、そういうところで右往左往はしてほしくないですね。やっぱり体育館っていうものはもう違う、もう諦めてもらいたい、今年は諦めてもらう、来年度の分ですね、諦めてもらう、早く違う道をね模索してもらいたいっていうのが僕からのメッセージです。そういうところで右往左往はもうしてもらいたくないんです。今回、その体罰を受けて自殺したことは確かにいますけれども、我々は今回は桜宮高校を受験しようと思ってて、それが断ち切られたということによって、もしかしたら同じようなことをする子供も出てくるかもしれないわけですよね。それは不思議たいわけですよ。だからこうやって受験まで止めるのはちょっとおかしいんじゃないですかという話をしてるわけですよ。そういう新たな悲劇というのをこう防ぐのも人の役目だと思うんですよ。だからそうならないようにね、そしたら新たな道をね探っていくべきじゃないかということで、じゃあどうしたらいいのかということでもいいじゃないですか。ここでじゃあ受験まで止めるなって言ったところで、僕はと止めるんですから、もうそれは止めるなって言っても止めるんですから。だからそうであれば、もう大阪市長がそうやって止めるって言うんであれば、じゃあどういう道をね、探していかなきゃいけないのかということを、これは学校も保護者もメディアも、ただ僕は止めるっていうふうに言ってるんですから、じゃあどうしなければいけない、反対のね文句を言ってもらっても全然いいけれども、本当に子どもたちのことを考えるんであれば、じゃあどうしたらいいのかっていうところをね、しっかり考えるような場を作って、そういうことを子どもたちにね、考えさせる、そういうところでまた新しい希望を持たせるってことをさせるっていうところが僕らの務めだと思いますよ。そういうところでこれで右往左往させてしまう、入試がもしかしたら行われるかどうかわからない、そんな状況で子どもたち受験なんかできませんよ。だから反対論というか、それは間違ってるという言葉、意見は言ってもらっても全然いいんですけど、でもそれだったら次の道をどうしたらいいのかというところをね、しっかり考えさせるは時間ないんですから、そういうところがやっぱり僕らの務めだと思いますけどもね。まあ、でもね、まあ、確かにそれは冷静にっては言いますけど、こんなの冷静になってらんないですよ。そんなの皆さん、まあ、それは報道だから客観的になって報道してもらうのは当たり前ですけどもね、
そんなのは体罰受けてね、その学校でみんなが容認しててさ、命を奪ってたら冷静になれって方がおかしいわけでね、もうちょっと事 の深刻さというか、そのあたり、まあ、それは僕が言うことじゃないですけれども、まあ、それは感覚も同じになっちゃいけないんでね、皆さんは客観的に冷静になってもらうのは当たり前で、こっちがヒートアップしてるときにはそれはちょっと傍観的に見てもらうのはいいですけどもね、やっぱり今回はね、異常なその事態だということをやっぱり僕は生徒や保護者や有権者全体にやっぱりさ知ってもらいたい、まあ、もう学校として手なしてないですよ、そらこれは。でそれは教員の問題だけじゃなくて、校長の問題だけではなくてね、やっぱ桜の宮高校っていうものが積み重ねてきたある種のそういう環境といいますか、そういうものが起因していることも間違いないわけで、やっぱりそういうことを求めて保護者や生徒っていうものは桜の宮高校にも受験したわけだし、まあ、もうはっきり言わさせてもらうとね、それは今までの桜の宮高校っていうか、そのクラブ活動のあり方を目指して受験をするっていう、そこを断ち切らなきゃダメなんです、それは。だからそうじゃなくてね、もう全然クラブ活動だってそういうことは今までと違いますよと、教員だって全部全然変わってくるし、でこういう方針でやっていく、ああいう方針でやっていく、そういうことが決まって、でそういうことでそれを、ああじゃあそういう学校だったらということでね、受験をする、それを目指す生徒とか保護者で集まって初めて学校ってものが、変わってくるわけですから、今までの桜の宮高校の流れの中で受験をしてそこを志望した、それはやっぱり違うということはね、それは誰が号令かけれるかといったら、それは教育委員会はかけれないでしょうが、僕はやっぱこうやっていかざるを得ない、こんな冷静に僕自身が市長という立場でね、これ客観的に傍観的に冷静にこんなことを、やってたらね、何も変わりません、まあ、ただメディアの皆さんはね、冷静にそこは客観的に第三者的にチェックをしてもらいたいとは思うんですけど、とてもじゃないですけど僕は冷静にはなれませんね。でまあ、確かに、ね、先ほど指摘あったことは僕はずっと考えてました。もしこれで、2人目3人目で、ね、自殺者が出たらどうするんだっていう、それも、ね、もうずっと悩みましたよ、考えましたよ。だけどこういうところで、ね、やっぱりどっちを取るんだっていうことを考えたときには、それはいろんなリスクあるかもわからないけども、やっぱりそれは将来の子どもたちのことも考えて、やっぱり今ここで僕が考えている方向性はやっぱり取るべきだということをさ悩みながら考えました。じゃあそういうね、最悪の事態が出たらどうするんだって言われてしまったらね、今ここで答えられる状況ではないけれども、まあそれはね、それこそまさにそういう時にはまた僕の責任ってことになるんでしょう。でもそれは将来にどういう事態が生じるか、どういう最悪の事態が生じるか、そういうことばっかり考えて手を打たないっていうわけにはいかないから、僕は今回、やっぱりこれはある意味冷静にならずに、いや熱い気持ちのまんまでね、このまんまやっぱり学校立て直しのために、まあそれは全力を尽くそうと思ってます。まあ、だからそこはね、僕も腹立ったらあえてスーパーアンカーとか言って言いますけど、まあ、別にどう言ってもらおうと構いませんし、客観的に冷静的に冷静に報道してもらいたいとは思いますけど、僕の気持ちはまあそういうことです。僕がやっぱり冷静になったらね、それはダメだと思いますね。やっぱり当事者としてトップとしてね、そこはやっぱり気持ちを気合を入れてね、やっぱりこの問題取り組んでいかないといけないと思いますね。まあ、それがだから子どもたちにどう伝わるか、保護者にどう伝わるか、さあいろいろあるでしょうから、まあ、それはやっぱりメディアの方で、ここはおかしいとか、あそこはおかしいとか、橋本が間違ってるとか、こういう方法があるとか、それはもうメディアの皆さんにお任せ、委ねますけれども、僕はやっぱり冷静にならずに、この問題には取り組んでいきたいと思っています。だけでなくてね、やっぱ桜の宮高校っていうものが積み重ねてきたある種のそういう環境といいますか、そういうものが起因していることも間違いないわけで、やっぱりそういうことを求めて保護者や生徒っていうものは桜の宮高校にも受験したわけだし、まあ、もうはっきり言わさせてもらうとね、それは今までの桜の宮高校っていうか、そのクラブ活動のあり方を目指して受験をするっていう、そこを断ち切らなきゃダメなんです、それは。だからそうじゃなくてね、もう全然クラブ活動だってそういうことは今までと違いますよと、教員だって全部全然変わってくるし、でこういう方針でやっていく、ああいう方針でやっていく、そういうことが決まって、でそういうことでそれを、ああじゃあそういう学校だったらということでね、受験をする、それを目指す生徒とか保護者で集まって初めて学校ってものが、変わってくるわけですから、今までの桜の宮高校の流れの中で受験をしてそこを志望した、それはやっぱり違うということはね、それは
誰が号令かけれるかといったら、それは教育委員会はかけれないでしょうが、僕はやっぱこれやっていかざるを得ない。こんな冷静に、僕自身が市長という立場でね、これ客観的に傍観的に冷静にこんなことを、やってたらね、何も変わりません。まあ、ただメディアの皆さんはね、冷静にそこは客観的に第三者的にチェックをしてもらいたいとは思うんですけど、とてもじゃないですけど僕は冷静にはなれませんね。でまあ、確かに、ね、先ほど指摘あったことは僕はずっと考えてました。もしこれで、2人目3人目で、ね、自殺者が出たらどうするんだっていう、それ も,、ね、もうずっと悩みましたよ、考えましたよ。だけどこういうところで、ね、やっぱりどっちを取るんだということを考えたときには、それはいろんなリスクはあるかもわからないけども、やっぱりそれは将来の子どもたちのことも考えて、やっぱり今ここで僕が考えている方向性はやっぱり取るべきだということをさ悩みながら考えました。じゃあそういうね最悪の事態が出たらどうするんだって言われてしまったらね、今ここで答えられる状況ではないけれども、まあそれはね、それこそまさにそういう時にはまた僕の責任ってことになるんでしょう。でもそれは将来にどういう事態が生じるか、どういう最悪の事態が生じるか、そういうことばっかり考えて手を打たないっていうわけにはいかないから、僕は今回、やっぱりこれはある意味冷静にならずに、いや熱い気持ちのまんまでね、このまんまやっぱり学校立て直しのために、まあそれは全力を尽くそうと思ってます。まあ、だからそこはね、僕も腹立ったらあえてスーパーアンカーとか言って言いますけど、まあ、別にどう言ってもらおうと構いませんし、客観的に冷静的に冷静に報道してもらいたいとは思いますけど、僕の気持ちはまあそういうことです。僕がやっぱり冷静になったらね、それはダメだと思いますね。やっぱり当事者としてトップとしてね、そこはやっぱり気持ちを気合を入れてね、やっぱりこの問題取り組んでいかないといけないと思いますね。まあ、それがだから子どもたちにどう伝わるか、保護者にどう伝わるか、さあいろいろあるでしょうから、まあ、それはやっぱりメディアの方で、ここはおかしいとか、あそこはおかしいとか、橋本が間違ってるとか、こういう方法があるとか、それじゃあ受験まで止めるな止めるなって言ったところで、僕はと、止めるんですから、もうそれは止めるな止めるなって言っても止めるんですから。だからそうであれば、もう大阪市長がそうやって止めるって言うんであれば、じゃあどういう道をね、探していかなきゃいけないのかってことを、これは学校も保護者もメディアも、ただ僕は止めるっていうふうに言ってるんですから、じゃあどうしなければいけない、反対 の,、ね、文句を言ってもらっても全然いいけれども、本当に子どもたちのことを考えるんであれば、じゃあどうしたらいいのかっていうところをね、しっかり考えるような場を作って、そういうことを子どもたちにね、考えさせる、そういうところでまた新しい希望を持たせるってことをさせるっていうところが僕らの務めだと思いますよ。そういうところでこれで右往左往させてしまう、入試がもしかしたら行われるかどうかわからない、そんな状況で子どもたち受験なんかできませんよ。だから反対論というか、それは間違ってるという言葉、意見は言ってもらっても全然いいんですけど、でもそれだったら次の道をどうしたらいいのかというところをね、しっかり考えさせるは時間ないんですから、そういうところがやっぱり僕らの務めだと思いますけどもね。まあ、でもね、まあ、確かにそれは冷静にっては言いますけど、こんなの冷静になってらんないですよ、そんなの。皆さん、まあ、それは報道だから客観的になって報道してもらうのは当たり前ですけどもね、そんなのは体罰受けてね、その学校でみんなが容認しててさ、命奪ってたら冷静になりっていうのがおかしいわけでね、もうちょっと事の深刻さというか、そのあたり、まあ、それは僕が言うことじゃないですけれども、まあ、それは感覚も同じになっちゃいけないんでね、皆さんは客観的に冷静になってもらうのは当たり前で、こっちがヒートアップしてるときにはそれはちょっと傍観的に見てもらうのはいいですけどもね、やっぱり今回はね、異常なその事態だっていうことをやっぱり僕は生徒や保護者や有権者全体にやっぱりさ知ってもらいたい。まあ、もう学校として手なしてないですよ、そらこれは。でそれは教員の問題だけじゃなくて、校長の問題だけでなくてね、やっぱ桜の宮高校っていうものが積み重ねてきたある種のそういう環境といいますか、そういうものが起因していることも間違いないわけで、やっぱりそういうことを求めて保護者や生徒っていうものは桜の宮高校にも受験したわけだし、まあ、もうはっきり言わさせてもらうとね、それは今までの桜の宮高校っていうか、そのクラブ活動のあり方を目指して受験をするっていう、そこを断ち切らなきゃダメなんです、それは。だからそうじゃなくてね、もう全然クラブ活動だってそういうことは今までと違いますよと、教員だって全部全然変わってくるし、でこういう方針でやっていく、ああいう方針でやっていく、そういうことが決まって、でそういうことでそれを、ああじゃあそういう学校だったらということでね、受験をする、それを目指す生徒とか保護者で集まって初めて学校ってものが、変わってくるわけですから、今までの桜宮高校の流れの中で
受験をしてそこを志望した、それはやっぱり違うということはね、